サミさん、実際に行ってみたいと思います。元四角講師が分かりやすく説明しますからね。サミさん、カッコ1番とカッコ2番。実践に関して基本をじっくり丁寧に。その勉強をしたい方は、再生リストの実践のところを参照してくださいね。そして一方、こちらの動画は基本プラスアルファ。その部分までをコンパクトにまとめてですね、皆さんに提示していきたいと思います。そして、カッコ3番、皆様からのコメント、しっかり拝読させていただいてますからね。そして、それを参考にさせていただいております。サミさん、今からご覧いただく動画、これも皆様からのコメント、それを元に作っていきますからね。最後までよろしくお願いします。サミさん、進行形いってみたいと思います。まずは、カッコ3番の例題をご覧くださいね。あの部分でございます。文と皆さん、C の後ですね。選択肢3つ書いております。で、文章はこの Har のところまで続いているんですが、この3つの中から正しいもの、1つ選んでいただけると嬉しいかと思います。皆さん、タイトルに進行形と書いてるからといって、進行形が正解、というわけではないですからね。そして皆さん、選ばなかった選択肢の根拠、それも少し考えていただけると嬉しいかと思います。では制限時間5秒でどうぞ。いけましたか？これ皆さん、進行形ですよって言ってなければですね、この drowned を選ぶ方が結構いらっしゃるんですね。そして、進行形選んだ方。じゃあ、このあたりがダメな理由はわかりますかね？ということで、カッコ1番、イメージいってみたいと思います。例文ご覧いただいてわかるかと思いますが、進行形で書かれております。これ実は皆さんのことをお伝えしてるんですね。まさに皆さん、今勉強してますよね。私から見れば、You are studying English。そういう感じでございます。じゃあ皆さん、お聞きいたします。皆さん、この後もずーっと勉強しますよね。でも皆さん、24時間連続で勉強できる方はあんまりいらっしゃらないはずです。この勉強が終わったら寝るという方もいらっしゃるでしょうし、この勉強が終わったら皆さんご飯食べるという方もいらっしゃるはずです。ですから、あくまでも勉強しているのは、1日24時間の中で、一時的な状況のことを示しているだけなんですね。そして、いつかは終わりますよね。ですから、そういう特徴を持つのが進行形。まさにこの例文でイメージすると分かりやすいかと思います。さあ、皆さん、例題のあーに戻してくださいね。タイトルに進行形と言ってなければ、皆さん、drowned。これを選ぶ方が多いんですが、これ選んでしまうとですね、このバットの後ろの文章中とは合わなくないですかね。読んでいただいて分かるかと思いますが、私は彼女を助けております。で、皆さん、drowned 選んでしまうとですね、もう溺れちゃってもう死んじゃったんだな。そういう話になってしまいます。そうすると、この助けたという話の内容と合わないですね。で、皆さん、一方進行形を選ぶと、溺れてはいるんですが、一時的に溺れてるだけです。だからこそ私は彼女を助けることができたんですね。つまり、溺れるという動作が終わっております。だから助かったんですね。ですから正解は、was drowning。溺れているのは一時的。そういうふうに解釈していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて、胃の問題ですね。さあ皆さん、今度は2択でございます。制限時間5秒で考えていただきましょう。お願いします。サミさん、進行形を選んだ方。もしこの進行形を選ぶと、結婚してるのは一時的。つまり、その結婚生活はいつかは終わってしまいます。ということで皆さん、後ろの文章をご覧くださいね。私たちは沖縄にいる間、しかも休暇中に、一時的に結婚してるだけ。そういう話になっちゃいます。ということで皆さん、地元に戻ったら別れまーす。という悲しい結果になってしまいます。ですから、正解は married。これだと沖縄にいる間に結婚式を挙げました。という話でバッチリ。ですから試験中、こういう判断を即座にできるようにするために、進行形と言われたら、一時的な状況。そして、いつかは終わる。こういうふうに認識しておいていただけるとよろしいかと思います。では皆さん、次の画面に行くんですが、このタイミングでノートを取っていただいても構いませんし、後から戻ってくるのでもいいですからね。では皆さん、一旦画面を切り替えます。さあ皆さん、続いて二つの動詞。動作動詞と状態動詞、行ってみたいと思います。まずは、カッコ一番、例文。I'm waiting for the bus.サミさん、ウェイとは動作動詞でしょうか、状態動詞でしょうか。まあ私は高校生の頃ですね、まあ浪人時代も含めて、ウェイトと言われたら状態動詞だと考えていたんですね。で、なんでですかと言われたら、皆さん意味考えていただきます。私はバスを待っている。で、皆さん待ってる様子を想像していただけると、動いていないですよね。ですから待ってる間、こうやって待つ人はいないですよね。ですから、動きがない。待ってる状態が続く。だったら状態同士でなかろうか。そしてこれも皆さん約20年前なんですが、今も大手予備校で活躍されている先生。その先生のご著書。まあ多分約20年前ぐらいだと思うんですが、そこにこう書いてありました。5秒以上続く場合は状態同士。5秒以内に動きがある場合は動作同士。そういう記述を目にしたためですね。I'm waiting for the bus。バスを待ってる時って皆さん、これ5秒以上経ちますよね。なんなら10分、20分待つ可能性もございます。だったら状態動詞じゃなかろうか。それでもやっぱりウェイトは動作動詞なんですね。
ですから動きがあるかないかで判断するのはやはりちょっと例外っぽい感じもしてきますので、ですから動きがあるかないか、5秒という時間制限をするかしないか、その視点だとちょっと説明がつかないと、そういう場面が出てくるので、新たに定義付けをしてみたいと思います。カッコ2番のあ、動作動詞。まさに動くという字が表している通り、時間が経てば、もしくは期限が終わるまでに変化する可能性が高いものを動作動詞。一方、状態動詞は、時間が経っても、もしくは期限が終わるまでに変化しない可能性が高いものを状態動詞。というふうに考えるとですね、このウェイトが動作動詞であるということの説明がつきそうですよね。ですから皆さん5秒とか10分ってのはあまり関係ないかと思います。皆さん想像してくださいね。私はバスを待っております。それは10分後20分後に、つまり時間が経てばバスに乗りますよね。つまり待つという動作からバスに乗るという動作。そこに変化しますよね。一方バスが万が一来なければ、つまり10分、20分、30分待っても来ない場合は帰宅しますよね。ですから待つという動作から帰宅するという動作。そこに変化するのでやはりウェイトは動作動詞。そういうふうに考えていただけると納得がいいかと思います。さあ皆さん、状態動詞の品質は知ってる表す No。 もちろん皆さんは私を知ってますよね。そして時間が経っても、まあもっと言うと外部からの強い圧力が加わらない限り変化はしませんよね。そして似ている表す Resemble。 もちろん皆さんは保護者の方とお顔が似てますよね。こちらも外部からの強い圧力が加わらない限り似ているという状況は続くはずです。つまり変化はしにくいですよね。そして B で始まる単語、所属しているというビロングも有名ですよね。これもイメージしていただきたいのは、例えば野球部に所属している、皆さんが例えば高校1年生の時に野球部に所属したら、期限が終わるまで、つまり高校3年生大会が終わるまで、よほどのことがない限りその部活動に所属しているはずです。ですから変化は起こりにくいんですね。ですから動作動詞と状態動詞の特徴、変化するものか変化しないものなのか、そういうふうにイメージしていただけますと未知の動詞の類推も可能になるかと思います。ということでノートを取る方はどうぞ、もしくは後から戻ってくるのも OK ですからね。では皆さん次の画面に行きまーす。さあ皆さん次は期間を示す語句、これについて言ってみたいと思います。さあカッコ1番品質、頭文字を書きましたのでお分かりですね。まずはあ、for、since、そして how long ということでよろしかったかと思います。では皆さんそれを踏まえてこちらの例文、 Mr. A has lived in Tokyo for 5 years、 A さんは5年間東京に住んでおりますという感じで、皆さん期間を示す語句があると継続を示しておりましたね。つまり継続して暮らしていると。そしてこの形、完了形と併用ですよね。でここまでは一般的ですが、括弧4番注目、皆さんもう一つ有名な期間を示す語句、その存在に気づいていない方がちょっといらっしゃると思いますので、こちらに入れる表現と言われたら考えていただけると嬉しいかと思います。よく the last と皆さん併用しますからね。さあ正解はいいんですよね。ですから in the last 3 years、 ここ3年間で人口が倍増しました。しっかり完了形になっているのも特徴でございます。ですから上のあいうがあまりにも有名すぎて、プラスアルファでこちらも押さえておいた方が安全ですからね。ですからこの上の3つを知ってる方は結構いらっしゃると思うんですが、ここまで押さえきれていない方が何人かいらっしゃると思います。ですのでこれを機会にぜひどうぞ。ということで皆さん一旦終了でございます。先ほどの画面も含めてですね、ノートを取る方はどうぞ一旦スクリーンショットしておく、それでも構いませんからね。そしてノートを取った後はこれですよね、赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということでまた1週間頑張りましょう。